皆さんこんにちは。スペースアートダンス TV で今日もエナジー全開頑張っていきましょう。今日のサクッとレクチャーはタットウェーブやっていきましょう。タットウェーブは頑張れば脳トレにもなりますので皆さんでトライしていきましょう。それではいきます。5、6、7、レッツゴー。いきます。せーの、はい、かーい、流していきましょう。もう一度ふう、それではタットウェーブ、ポジションと軌道の解説を行っていきたいと思います。タットウェーブは脳トレになりますし、そして最後ハンドウェーブという憧れのハンドウェーブにつながっていきますので、しっかりと基礎を覚えておきましょう。それではまず3つポジションを覚えてください。手を伸ばします。そしてレベルの高くなってくると手を上げてもできるようになるんですが、斜め45度ぐらい下の方が最初の初心者の方は向いています。はい、じゃあ、そっか、右利きの方がね多いと思いますので、私左でやりますね。そして、3つのポジションを覚える前に、この手のひらなんですけど、人差し指に親指をくっつけるようにこういう形にした方がいいです。これ離れちゃうよっていう方はこっち側に回していただいても構いません。できるだけここが大きなパーにならない方が綺麗に見えますからね。では3つポジション覚えてください。まず手首を折ります。はい、そしたら次に手首を反らせた状態で肘を上げていきます。ここのポジションちょっと難しいと思うんですが、イメージ的にはテーブルを押さえて肘だけを上げていくイメージです。この時頑張って肩を下ろした状態にしておいてください。そして最後、肘も手首も伸ばした状態で肩だけがアイソレーションしている状態です。そして戻ります。ここが2つ目でしたね。1つ目はここでしたね。はい、この3つのポジションをしっかりと覚え込むことが大事です。1つ目、2つ目、3つ目と、この3つ大事にしてください。では早速レベル1の部分からやっていきたいと思います。レベル1は私たち右から始めちゃってるんでね、ちょっと動画回転させましょう。はい、そうしましたら皆様の右手になると思いますが、手首を折ります。1、2、3、4、5、6、7、8 1、2、3、4、5、6、7、8 は待ってください。はい、このまま左手に移ってきて、手首、肘、肩、肘、手首、伸ばして5、6、7、8。はい、これは右手左手1回ずつでレベル1終わりになります。そしてレベル2に行きましょう。レベル2はカウントが倍早くなるだけです。やってみましょう。右手から1、2、3、4、5、6、7、8は待ってください。左に行きます。1、2、3、4、5、6、7。右に戻ります。1、2、3、4、5、6、7。左、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、これでレベル2が終わりになりました。さあレベル3に行きましょう。レベル3は右手から左手へ流していく、左手から右手へ流していく、このような流れになっています。やってみます。1、2、3、4、5、
6、7、8待ってください。左から2、3、4、5、6、7、これを2往復行います。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。レベル3はこれでおしまいです。さあ最後、最大の難関になるレベル4です。まず大事なポイントは、一つ一つ今3つずつポジションを覚えてもらいましたね。そして右手が上がりました、下がりました、これ6つの動きになっているんですが、左手も同じです、6つの動きになっているんですが、これを一つずつずらしてやっていくことになります。右利きの方が多いと思いますので、右手からスタートしていきましょう。右手が1、そうしましたらこっちは0の状態になっています。そして右手が2で、左手が1、右手が3で、左手が2の状態、そして右手が2に戻って左手が3の状態、そして右手が1に戻って左手が2の状態、そして右手が0で左手が1、最後に左手が0と、これを同時に行っていくわけです。もう一度やってみましょう。1の0、2の1、3の2、2の3、1の2、0の1、0と、これで7カウントになります。これを4回繰り返していくわけです。ゆっくりやってみましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、これを4回です。もう一度やってみますよ。せーの、1、2、3、4、5、6、7。はい、かなり脳みそ使うと思いますけれども、これできるようになりましたら友達に自慢できると思いますので、頑張って練習してみてください。ポジションと軌道の解説は以上で終わりにします。それではティップスコーナーに移っていきたいと思います。短めにギュッとコツをお伝えしていきます。まずこの前腕の部分ですね、これが下に行く時と上に行く時の筋肉の可動がしっかりと変わってきます。上に上げた時っていうのはこの外側のこの辺を使います。下に下げた時っていうのはこの辺の筋肉を使っていきますので、これをしっかりと切り替えられるようにしてください。そしてもう一つです。もう一つ、以前ね、サクッと3分というストレッチの動画で、こういう風に肘を回しましょうっていうね、見えるかな、肘を回しましょうっていう動画があったんですけど、この肘の回転が非常に大事になってきます。1の時というのはこの折れ目、わかりますかね、この折れ目が前を向いている状態になります。だけど2の状態になって肘を曲げる時というのは、折れ目が下に行っている状態になります。これがしっかりと回転できることがコツになってきますし、後でハンドウェーブをやる時もそれが綺麗に見せるコツになりますので、これね、何か見えるかな、こうやって指とかをこう下に置いてもらって肘を回転させる練習、これかなりやると効果がありますので、ぜひこちらの練習をしてタットウェーブ綺麗にできるようにしてみてください。それではティップスコーナーを終わりにしたいと思います。スペースアートダンス TV では、皆様のダンスライフがエナジーあふれるものになるように、皆様のハッピーにつながるような動画制作をしていきたいと思います。これからも応援とご視聴のほどよろしくお願いいたします。今日のタットウェーブ難しかったと思いますが、できたら絶対かっこいいので頑張っていきましょう。それではまたよろしくお願いします。血流を良くするストレッチやっていきたいと思います。肩こりの原因になる一つの要素としては、姿勢が一番の原因になってくるんですが、最近だとパソコンを打ったりとか、こう下を見たりとか猫背になる
肩が前に出てしまう姿勢が多いって言われてるんですね。ここのね、腸腰筋っていうところは歩く時にいくらでもサボれちゃうんですね。ここちょっと上げるだけでも健康になりますよ。だるくて立ちたくもないななんていう時にやった方がいい。私自身が経験してきて一番この順番でやるといいなというストレッチをする前の体の温め方を紹介していきたいと思います。そもそもなんで後ろに蹴るのが難しいかというと、人間って平衡を司る器官があって感覚を持っているんですね。全ての方におすすめのバランストレーニングとなっています。